いやいや、ちょっと、たるんでるんじゃないですか？すんません。まあだからそこはちゃんと謝罪したでしょ。まあ、携帯持ってるから遅刻してもいいみたいな風潮ね。いやいや、そんなこまあ、とは。これどうかなって気がするんだよ嘘だ。今時のな。人わかんねえだろ。昔は大変だったみたいですね。まあまあ、そう言うなよ、三本松くん。はい。まあそりゃ俺も今日はさすがにやっちまったなってさ、なりましたよ。まあ、そりゃそうでしょ。んでもって、そりゃ駅までもがきましたよ。本当ですか？これ本当に。足つりません？後から来た。そしたら後ろから五本松じゃん。まさかの。なんだ、お前もかよ。いや、すいません。っていうか、もがき合い。なかなかデッドヒートっすよね。な、これエコ玉。もう何やってんすか、朝っぱらから。この前さ、はい、ラーメン屋行った時の話なんだけど、ラーメン屋。うん、まあ歩いてたわけよ。ああ、そしたら前方にスッってさ、はいはい、あるじゃん。こいつ完全に目的一緒だろっていう時ね。わ かります？だいたいわかるよ。俺は絶対こいつより先に入りたい。まあ、それはね。ってわかる？どうしたんですか？うん。まずやっちゃいけないのは、ええ、店に入る寸前の差し。なるほど。な？まあ、さすがに大人げないだろ。はいはい。まあ、これやっちゃうと食券買うとこから帰るまで気まずい羽目になっちゃう。でしょうね。何が正解っすかね。まあ、それはあれだな。な？まあ、とにかく早めに前に出てからのかまし。かまし。これだろ。ある意味奇襲ですね。これが一番波風も立たないんじゃねえかなってな。まあ、でもこう見ると番手につけるのが有利ってことですかね。なるほど。まあ一概には言えないけど、そうかもね。で、今日は何の話でしたっけ？ラーメン屋前差しはダメってことじゃないの？違うよ。あ、そうだ。あれ？なんだっけ？はい、取材だよな、取材。そうですよ、真面目に頼みますよ。うん。まだまだ勉強が必要。